まあまあまあぐらいな。これ何時間やってんの？これも5時間5時間。これはいいでしょ。もう一回ちょっと通しておく。そうですね、これも通した方がいいね。もう一回ちょっと通して。これちょっと通通してくれ。はい。こっちのも一回ちょっと通して。はい。でも今度はちょっとストップ。はい、はい、わかりました。自分に厳しいっていうことにかけて他の料理人もたくさん見てるんですけども、あんなに自分に厳しい人見たことないですね。それから節制する、で常に明日のことを考えてる、ここでやめるっていうことがない、もっと美味しくならないか、もっと上手になれないかっていうことを24時間今でも考えてる。やっぱり優れた料理人ってね、大体5つあの条件があるんですね。で1つはね、やっぱり真面目だっていうことがあります。仕事を一緒にコンスタントにこうやるっていう真面目さ。2つ目はね、向上心、昨日より今日、今日より明日っていうのがあるんですね。3つ目は、ね、清潔感。やっぱり清潔な感じがする人からじゃないと美味しい料理はできないかなと思うんですね。で4つ目はね、短期っていうか、まあ、あんまり、社会的にグループで評価されないようなものがあって、わがまま、自分のやりたいことを押し通す。でこれは5つ揃ったところにパッションを持ってる人がやっぱりすごい料理人かなと思って、全部備えてる完璧主義者ですね。パーフェクショニスト。で昔と今と違うって、30年前と今と違うっていうのは、タバコを吸わなくなったっていうだけで、あとは全部同じだと思います。